結果結局エリアファイナルじゃないわ、最後ジャパンファイナル、まで上がれなくて、すごいなんていうか申し訳ない気持ちでずっといっぱいやって、島村楽器もめっちゃ筋肉があって、1年ぶりにやっと帰ってきたんですけど、今年はしっかり力もつけてきたんで、どっちもう一曲依頼して帰りたいと思います。ありがとうございました。忘却曲線という曲です。
ございます。